表紙を見た時にこの相手役どなたがやるんだろうなって思った時にここら辺にあのケント君の顔があって、でもそしたら本当に現実になったのでちょっとびっくりしましたね。それ別になんかこうオーダーして山崎君がいいと思いますか？そういうことじゃないんだよ。いやもう本当に、うん、もうここら辺にいてここにいたんだ。オーダーもちろんそうオーダーも素敵だと思うんですけど、でもなぜだかこういてでもあの本当に人としてもあと役者さんとしても信頼していたのですごく嬉しかったです。いかがですか、うん、そう言われて。いや本当に僕も最初にあの、まあ、マレの撮影中にオレンジのお話いただいて、あのタオちゃんだけ決まってるってそのタオちゃんの写真があって、もうそれだけでなんかあやりたいですって言って本当に信頼してて